26人のバクーコミッサールの処刑、コミッサールらは、イギリス軍の立ち合いの下で銃殺されたように描かれている。26人のバクーコミッサールとは、バクーコミューンのメンバーであったボリシェビキと、社会革命党左派の党員たちである。バクーに設立され、ステパン・シャウメアンに率いられた、このコミューンは、1918年6月26日に、メンシェビキと、 社会革命党右派に倒されるまで存在した。コミューンの崩壊後、メンバーは爆雨を逃れようとしたが、カスピ海艦隊中央委員解読再政権によって捕らえられ、投獄された。ソ連側の資料によれば、オスマン帝国軍占領下の爆雨で、同年9月14日に、赤軍の兵士らがコミッサールたちのいる刑務所を襲撃し、彼らを解放した。その後、 コミッサールたちは、クラスノボツク域の船に乗り込もうとしたが、ほどなく地元の当局に逮捕され、同月20日に、カスピカ横断鉄道沿線で処刑されたという。バクーにおいて、アルメニア人ボリシェビキのステパンシャウミアンの主導で、ソビエトが発足したのは、ロシア臨時政府の崩壊から1週間後の1917年11月15日のことである。 この時に議長に選出されたのはシャウミャンだったが、それはもっぱら彼の人望によるもので、同地のボリシェビキは元来強い勢力ではなかった。同月の憲法制定会議選挙におけるボリシェビキの支持率は南カフカース全域で4.3%、バクーに絞っても14%に過ぎず、そのうち79%は兵士層からの得票だった。その後に生まれた バク・コミューンもまた、1918年4月13日に、生まれ7月26日に消えた、短命な生態だった。コミューンが権力を握ったのは、ムスリムとの間の流血の争いの後のことであるが、その短い統治期間の間にも、コミューンは、食料、物資の不足やオスマン帝国の脅威など、数々の問題に直面することとなった。発足当時のメンバーは、 ボリシェビキからシャウミャン、アリョーシャジャパリゼ、ヤーコフゼビン、メッシャジアジズベコフ、ナリマンナリマノフ、イバンフィオレトフ、アルタシェスカリニャン、ナデジュナコレスニコバが、社会革命党左派から、ミルガサンベジロフと、アイスファルツェフが就任している。6月には、石油産業と商船が国有化され、同月18日には、合同の土地が、オザクノオへ分配された。 8時間労働制が導入されて労働者の賃金は増し、成人向けの学校や人民大学も開かれた。また、ロシアの大部分において、ボリシェビキが敵対者を冷酷に処刑していたのに対し、バクーのボリシェビキは、さほど厳格ではなかった。チェーカーがバクウで処刑した人間は二人のみである。その一方でコミューンは、軍事的手段によって、強引に産業の国有化を行い、 革命に、ルールはないというプロレタリア独裁の原則によって、それを正当化した。コミューンは4月に都市部における、不動産の私的所有の廃止を決定。家という家が接収され、住民は過密状態の、あるいは安全性に欠ける新居への移住を強いられた。コミューンの代表にはムスリムが一人も含まれて、いなかった反面、バクウの赤軍は7割が、アルメニア人で構成されていた。 作家のビクトル・セルジュは当時の幕府での赤軍の状況について次のように述べている。5月から7月にかけて住民に配給されたのはごく少量のナッツやひまわりの種だけだった。わずかなトウモロコシでさえもが軍隊のために供出させられた。このような挑発がなされた原因は当時幕府に駐留していたアルメニア人中心の赤軍正体が 規律も訓練も行き届かず、プロレタリア革命の理念とも程遠い集団だった、ことに起因する。彼らは、飲んだくれては、ムスリムの農民から略奪し、悪評を広めていた。6月5日に、バクウの赤軍は、数で勝るオスマン軍を撃退したが、その後オスマンのイスラーム軍の本拠地である、エリザベトポリに無謀な攻撃を行い、3週間で、バクウへの撤退を余儀なくされた。 7月19日には、サリーチンからグリゴリー・ペトロフ率いる、騎兵中隊が応援に来たが、それも力及ばなかった。メンシェビキ、社会革命党右派、そして、アルメニア人のダシュナク党の勢力は、バクに、ペルシャ戦線のイギリス軍指揮官であるライオネル、ダンスタービル将軍を招き、オスマンから都市を防衛してくれるよう交渉を始めた。ボリシェビキ、 社会革命党左派とダシュなく党の一部はこれに反対したが、7月25日の議決では賛成259票、反対236票と僅差で敗れ、翌日にボリシェビキらはコミューンを辞した。しかしその後、彼らは公金の支出に関して報告書の提出を怠ったことで軍用品を横流しした罪に問われ、メンシェビキと 社会革命党右派が中心となったカスピ海艦隊中央委員解読再政権によって捉えられた。7月の爆雨の戦いの後、コミュームのメンバーはカスピ海沿岸で唯一港がボリシェビキの勢力下にあるアストラハンまで脱出を試みた。だが彼らの船はカスピ小艦隊の妨害を受け湖の中央で1時間爆撃を受けた挙句に降伏した。 ボリシェビッキの投資たちのほとんどは刑務所に収監されたが、当時23歳のアナスタス・ミコヤンが率いた特殊部隊が彼らを解放した。コミューンのメンメンとペトロフはミコヤンと共にカイロでアストラハンへ向かおうと8月16日にトルクメン号に乗り込んだ。この船はダシュナク島のゲリラ司令官であるタテボス・アミロフの影響下にあった。だが、 燃料補給のため船はクラスノボツクへの寄港を余儀なくされた。当時のクラスノボツクは社会革命党の勢力下にあった。クラスノボツクで社会革命党のヒョードル・フンチコフ率いるアシガバード委員会とイギリス軍大佐の罰金の指令によってコミッサールらは町の司令官に捕らえられた。3日後に彼らの逮捕を聞き及んだ イギリス軍少将のウィルフレッド・マレソンは、アシガバードのイギリス軍連絡将校であった、レジナルド・ティーグ・ジョーンズ隊員に対し、コミッサールたちをイギリス軍に引き渡してもらい、彼らをソビエトロシアに拘留されているイギリス市民を解放させる人質として利用できないかと提案している。同日、ティーグ・ジョーンズらはコミッサールらの命運が決する、アシガバード委員会の会議に出席した。しかし、 何らかの理由で、マレソンの要求は伝えられず、加えて、ティーグ・ジョーンズは、決定が下るまでに会議から退席した。コミッサールらの処刑は決定され、逮捕されていた36人の中から選ばれた25人に、ゲリラ司令官のアミロフを加えた26人が処刑の、対象とされた。処刑リストには、イヴァン・ニコライ・シビリ、イラクリー・メタクサ、アナトリー・ボグダノフといった無名の活動家や、 誤解で逮捕された、臨時雇いのイサイミシネスラモが乗せられたにもかかわらず、ミコヤンやサムソン・カンデラキといった著名なボリシェビキは乗せられなかった。ミコヤンは単なる料理人見習いを装って、この選別を逃れたともされるが、正確な事情は明らかにされていない。逮捕から3日後の9月20日、26人のコミッサールは、カスピカ横断鉄道のペレバル駅とアフチャクイマ駅の、 間で処刑された。社会革命党のジャーナリストであるバジムチャイキンの1922年の著作では処刑の瞬間について次のように記述されている。午前6時頃、26人のコミッサールは列車の中で自らの運命について聞かされ、8人確認ずつに分けて連れ出された。彼らは明らかに衝撃を受け、緊張のうちに押し黙っていた。 一人の水兵が叫んだ。私は恐れない。私は自由のために死にゆく。処刑人がそれに答えた。我々も遅かれ早かれ自由のために死ぬ。だが、お前たちとはその方法が違う。薄暗がりの中、コミッサールの最初の一団が一斉射撃で処刑された。二番目の集団は走って逃げようとした。しかし数回の銃撃の後に投げ倒された。 三番目の集団は自らの運命に従った。しかし、チャイキンはこうも語っている。ブロツキーの会が26人のバクーコミッサールの処刑は歴史における偽りである。彼らは銃殺されたのではなく、写死家で斬首されたのだ。処刑人はたった一人の男だった。彼は強大なトルクメン人のバガトルだった。一方、 カスピ海艦隊中央委員会独裁政権の司令官であったラーザルビ・チェラホフは次のように語っている。ミコヤンの恫喝によって釈放されたコミューンのメンバーはオスマン軍から逃れて船で港を出た。赤軍の支配下にあったアストラハンへの途上、海軍将校の率いる棋戦の戦団は白軍の支配下にあったペトロフスコへに進路を転じた。 27人のコミッサールはおよそ600人いた、避難民の中に紛れたが、ペトルフスコエへの到着時に、軍事防御用局によって行われたパスポートの検査で、ミコヤンの武器の不法所持が発覚し、彼は一時拘留された。中東軍で参謀長と防衛用部隊の隊長を兼務していたアレクセイ、マルティノフ少将が、避難民の中に紛れたコミッサールを全員選び出せば、ミコヤンの罪を見逃す。 と取引を持ちかけた。そして、ミコヤンはこれに応じ、インゴは反政府活動に関わらないことを条件に釈放された。コミスタールは全員が死刑を宣告された。幕府人民委員会跡地記念切手の数々ソ連当局は後に、この処刑におけるイギリスのエージェントの行為を非難した。やがてボリシェビキがカスピ海全域で支配を取り戻した際には、 処刑の責任者であったフンチコフは投獄された。フンチコフはイギリスに全責任があると非難し、ティーグ・ジョーンズが自分にコミッサールの処刑を命じたと主張した。しかしフンチコフは裁判の末に1926年にクウで銃殺された。イギリス政府は地元の当局が行ったことについては一切感知していないとして事件への関与を否定した。 一方でソ連側の資料によれば、船にはコミッサールと共に二人のイギリス軍将校が乗っており、彼らが船の燃料を不足させ、その行き先をアストラハンからクラスノボツクに変更させたのだという。この事件は、英雄関係を悪化させ、移行数年間両国の対立姿勢は続いた。ソ連は、この26人の死を検証し、映画、絵画、切手などの題材とした。 セルゲセイニ人は1925年に26人のバラードと題した詩を発表し、イサーク・ブロツキーも同年に事件を題材にして26人のバクーコミッサールの処刑を描いた。アルメンチ・チグラニャンは1936年にコミッサールに捧げた流血の夜を作曲した。撤去される。 以前の記念被疑者たちの遺体は1920年9月に全ロシア中央執行委員会特別委員会とチェーカーの監視下で地面の穴から発見され、それは中央執行委員会、共産党中央委員会、そして人民委員会議に報告された。彼らは幕府に運ばれて丁重に埋め直された。その場所は26人の幕府人民委員広場として知られるようになった。 1958年にはそこに広場が作られ、1968年には記念碑も建てられた。記念碑は後にアゼルバイジャンの著名な政治家となるアレスケルフ製の符によってデザインされた。大きな広場の中心に地面から上半身を出した男の石像が置かれ、その像は消えることのない炎を抱える。そして像の上には殺されたコミッサールの名が刻まれた巨大な 石の輪が浮かべられるという大掛かりな記念碑だった。だが、ソビエト連邦の崩壊後に、碑文はすべて削り取られた。コミッサールに捧げられたその他のアゼルバイジャンの建造物はほぼすべて破壊され、彼らにちなんで名付けられた通りの名もほとんどが解消された。記念碑は2008年7月からフェンスで囲まれていたが、2009年1月に、バク当局は、 記念碑の解体を開始した。解体は地元の左翼勢力、特に共産党によって反対された。だが、コミッサールの遺体は、キリスト教、イスラーム教、ユダヤ教の聖職者らの協力を得て改装され、同月26日にホブさんの墓地に葬られた。アルメニア側は、この改装について、ナゴルノカラバフ戦争の最中に、アルメニア人の遺体が、 アゼルバイジャンの中心に埋まっていることに対する拒否感からの行動であるとして不快感を表明した。この時、とあるスキャンダルが持ち上がっている。改装のために地面を掘り起こしたところ、遺体は23体しか確認できなかった。そして消えた3体の中には、シャウミアンのものも含まれていた。アゼルバイジャンのメディアは、これをシャウミアンでアルメニア人のコミッサールが逃亡した。 証拠であると報道した。この疑惑について、モスクワ在住のシャウミャンの孫娘は、1930年代と1980年代に、アゼルバイジャン共産党の指導層がシャウミャンを、アゼルバイジャン人民の敵とみなして何かしら言った、可能性を示唆した。ありがとうございます。